小鉢が2つありますので、まだポイントは小鉢がリードしています。さあ、残り試合時間54秒になりました。小鉢には注意が与えられています。しかし、その小鉢、有効1つ、効果は2つ取りまして、ポイントではリードしています。対する日本の総新一郎。なんとかと壊せるね、世界チャンピオン。あっと、島田来た。これで準決勝進出です。日本の総進一郎、決闘を呼ばず敗れました。